居酒屋で提供されるラーメンサラダの一例ラーメンサラダとは北海道発祥の冷製サラダ。サラダとラーメンの麺が組み合わさったもの。冷やしラーメンより具材の野菜の量が多いためラーメンというよりサラダとして食されている。北海道の居酒屋の定番メニューでもある料理だが家庭でも作られ小中学校の学校給食の定番メニューの一つとなっている。製品もない時代は 湯がき冷やしたラーメンの麺に冷やし、中華のタレとマヨネーズであえ、野菜サラダを加えたものが主流であったが、現在は手軽に作られるチルド製品や、専用のタレや惣菜コーナーでの商品化もされている。現在の通説では、札幌グランドホテル内のビアホール、ビッグジョッキが1985年にオープンした際に、ビアホールの当時の料理長が、 サラダ感覚で味わえるラーメンとして考案したものが元祖とされている。札幌グランドホテルは北海道ラーメンの新たなマーケット開拓と消費拡大への貢献を評価され2004年に北海道製麺協同組合から感謝状を受けているほか2008年にはコンビニエンスストアとのタイアップ商品を開発するなど元祖ラーメンサラダを 同ホテルの主力商品の一つに位置づけている。2010年現在、日清食品チルドより、札幌グランドホテル小泉哲也総料理長監修の野菜を加えて、ラーメンサラダが発売されている。ありがとうございます。